転勤の際のマイホームは貸したらいいのか売ったらいいのかという点について解説をしていきます。結論申し上げますと、転勤から戻ってきた時に住む必要があるかどうかということが方向性を決めていく上で、最も重要なポイントになっていきます。今回はですね、賃貸に出す場合の注意点と売却する場合の注意点を中心に説明をしていきたいと思います。賃貸に出す場合の注意点でございますけれども、賃貸借契約主に2つのパターンがありまして、普通賃貸借契約と呼ばれるものと定期借家契約と呼ばれるもの2つございます。普通賃貸借契約に関しましては、一般的には2年更新というのが一番多いと思うんですけれども、2年更新で賃貸借契約を締結して、原則としてですね、借主さんが、退去しますというようなことの告知がない限りは、借地借家法という法律に基づいてですね、契約の解除ができないというような形になっていきます。この場合にはですね、転勤から戻ってきてまた住もうかなと思った際に、でもまだまだ借りている人がですね、住みたいですっていう話になった場合、もう一回戻ってきて家を賃貸で探して、そこに住んで出るまで待たなければいけないっていうような形になってきます。賃貸の場合もですね、もちろん借りる際には初期費用ですよね、仲介手数料と呼ばれる費用であったり、敷金礼金と呼ばれる費用だったり、そういったようなものがかかってきますので、戻ってきた時にすぐ住めないかもしれないというのが普通賃貸借契約のデメリットになっていきます。一方メリットとしましてはですね、家賃が相場通り受け取れるという形になります。一般的に賃貸で流通しているほとんどの不動産というのは普通賃貸借契約となっておりますので、そんなに大きく賃料を減額になったりすることがないという点がですね、普通賃貸借契約のメリットになっていきます。続きましてですね、定期借家契約なんですけれども、こちらは3年であったり5年であったりというような形で、ある程度一定の期間を定めて賃貸借契約を締結するというような契約スタイルになっていきます。でこの場合には3年の期間満了後、5年の期間満了後、それぞれの場合であったとしても、その期間満了と同時に原則としては賃貸借契約が解除という形になりますので、転勤の期間が読めている場合、例えば3年で転勤が終わるよなんていうような形で読めている場合には、定期借家契約にしておくことで、転勤先から戻ってきた時にすぐまた自分の家に住むことができるというような利点があります。ただこの場合というのはですね、先ほどの普通賃貸借契約と比べまして家賃が下がってしまいます。一般的にはですね、定期借家契約3年の場合には相場賃料の1割低くなりまして、3年の場合には2割で、5年の場合には1割というような形で、それぞれ相場よりも少し賃料が安く設定されるというようなことが一般的でございます。とマイホームを保有したままの状態でもですね、一応不動産の売却ということはすることはできるんですけれども、その場合にはですね、オーナーチェンジと言われまして、基本的に投資用の不動産としての扱いになっていきますので、次の購入者、買い手さんが住宅ローンを使って購入することができなくなりますので、市場流通性が下がるという点があります。賃貸に出して必要じゃなかったら売却すればいいやというふうにお考えになる方もいらっしゃるんですけれども、入り口の時点で賃貸に出したらなかなか新しく借りていただいた借主さんが退去するまで売却が難しいんだよということを念頭に置いて、一番最初の時点で決めるということは非常に大事だと思います。我々の方にもご質問いただくんですけれども、賃貸借契約ですね、実際に転勤が発生して賃貸に出した場合に住宅ローン控除が引き続き受けられるかどうかという点についてですね、ご質問いただくケースがございます。単身赴任の場合にはそのまま継続して受けることができるというのが一応回答となります。家族も帯同される場合には、転勤から戻ってきた時に住宅ローン控除10年間のうちまだ受けられる期間が残っている場合には、その期間だけ再度受けることができるというような形になっておりますので、これもですね、家族を帯同するかどうか単身赴任するかどうかということを決める上では非常に重要な要素になると思いますので、あらかじめ念頭に置いていただければなというふうに思います。売却の場合のご説明させていただきたいんですけれども、売却はですね、比較的手続きは簡単でして、賃貸の場合には基本空室になった状態、転勤した状態でなければ活動を開始できないんですけれども、売却に関しましては転勤事例が出た後すぐにでも売却活動をすることができるということで、実際に転勤する場合にもう売ることが決まっていたよというような形で安心されることもできるような、ことが可能となっております。売却の場合のですね、一番の注意点というところなんですけれども、残っている住宅ローンの残額を全部一括で返済する必要があるんですね。そちらが売却をした額と売却に関して要したですね、諸経費、ここを合わせて住宅ローンの残りの残債額よりも多くなって
しまった場合っていうのは売却できるんですけど、それが住宅ローンの残額が少なくなってしまった場合は、その残額を手元の資金で補填するか、ご親族の方からお借り入れする、なんかいろんなような方法を用いてその分補填しなきゃいけないんですね。でもしそれができない場合には売却ができなくなりますので、比較的ですね、不動産の市場流通性が低いエリアにお住まいだというふうにご自身でご認識されている場合にはですね、転勤の際に売却が難しいかもしれないということはあらかじめ念頭に置いていただければと思います。逆にですね、不動産の市場流通性が高いエリアにお住まいの方々に関しましては、最近ですよく聞くのが、買った時よりも高く売れるというケースがあるというふうに思います。その場合ですね、買った分から売った額の差額、いわゆる売却益に対して、税金っていうのがかかってくるんですけれども、実際に自分が住んでいた住居の場合にはですね、その税金を特別控除する制度があってですね、税金ゼロで売却することもできるというふうになっておりますので、そのあたりの制度を使うということを考えますと、やっぱり売却というのが転勤の際には一番安心な方法にはなるのかなというふうに思っています。この売却というのがですね、なぜおすすめかというと、売却をしてするということは、要は住宅ローン、金融機関からの借り入れがなくなるわけですよね。で、その借り入れがなくなって、もう一回転勤から戻ってきた時に、再度また不動産を購入することができるようになりますので、今現状のその転勤が決まったタイミングで売却をすれば、2年後、3年後の不動産相場どういうふうに動いているかっていうところでリスクもなくなりますので、その点からしましても、売却した額で住宅ローンを全部返済できるという方に関しましては、売却するという点が一番おすすめになってまいります。税制の制度であったり不動産の指標を考えますと、今ご説明の通りですね、売却するという点がですね、最も安心できる内容ではございますけれども、気に入った不動産をじゃあ転勤から戻ってきてもう一回買えるかということは、これは確約できるものではありませんので、結論といたしましては、戻ってきた時にもう一度住みたいと思っているかどうかということで、売却もしくは賃貸という点を決めていただければなというふうに思っています。賃貸というのを決める上でもですね、もちろん賃料収入というのが入ってくるわけですけれども、そこから、住宅ローンで支払いですよね、あとはマンションの管理費や修繕積立金の支払い、固定資産税の支払いもありますし、賃貸で出す場合ですね、家賃の収納ですよね、そういったものをしてもらったり、入居している方の一時対応する賃貸管理っていうのが約賃料の 5% で必要になってきたりしますので、その辺を含めてですね、賃料収入から見て、その諸々かかるランニングコストを差し引きしてでも収益が出るかどうかであったり、家計上、しっかりとですね、その計算が成り立つかどうかということを見極めていくという点も一つポイントになってくるのではないかというふうに思っております。ラクダ不動産ではですね、転勤の際に、どうしたらいいのかというようなことですね、個別の相談というのも受けたまわっております。概要欄にですね、お問い合わせのフォームを貼ってありますので、もしもう転勤が決まってるよという方だったり、1年後ひょっとしたら転勤があるかもしれないなんていうようなことでご不安に思われている方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせいただければと思います。またそれ他にもですね、さまざまな動画また取り上げていきますので、ぜひこういったテーマ取り上げてほしいというようなご希望がありましたら、コメントなんかいただければなというふうに思います。またいいねやチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。本日はご視聴いただきましてありがとうございました。